おはようございます。2011年12月17日土曜日6時5分が8分になっちゃいました。おはようございます。土曜日ですね。昨日の金曜日の夜はまあ至るところで忘年会やらクリスマスパーティーやらなんやらかんやらいっぱいあったんではないでしょうか。まあね、もう来週は3連休になっちゃうんで、もう本当その最近どっちかというともうね、クリスマスなんかは家でこう過ごす方も多くなってるんじゃないかなという気もしますし、で、まあちょうど忘年会もうね、学校等も休みに入るんで、どちらかというと家族の方にこう家族サービスの方になっちゃうかと思うんで、昨日はおそらく全国各地で、忘年会クリスマスパーティーといったところかなと。で今日は多分もう起きてないかそのままもう朝まで起きてたみたいな感じの人がいっぱいいるんじゃないかなというようなことを勝手に思ってますけれども、さてさて、今日のニュースはですね、C ネットジャパンから見ていきます。これ、Facebook とグリーンピース再生可能エネルギーの利用促進で連携ということで、って感じですね。個人的な話になっちゃいますが、グリーンピースの活動に関しては私はちょっとお前らっていう発想なんで、それとですね、この Facebook が提携ということ、連携したということで、ちょっとね、まだ私も本当のところ Facebook がなんて発表してるのかわかんないですよ。グリーンピース側の発表しかこれ実はチェックできなかったんで、これ元のオリジナルのこれがCネットの US の方のニュースなんですね。で、これを見ても、発表した後は言うんですけれども、実はそのグリーンピース側のこのプレスリリースへのリンクしかこう貼ってなくて、実際その Facebook が何て言ってるのかがちょっとわからなかったんですよ。で、それをちょっと調べてたんですが、見つからず、そのあたりがね、まあ、別にグリーンピースのページが Facebook 内にあることは別に私は何とも思わないんですけど、そのね、ユーザーとして当然いろんな人が主義主張してそこで議論するというのは私はすごくいいんですけれども、ただグリーンピースと Facebook が提携したみたいな話が出てくるとですね、ちょっと私的にはって感じになりますね。本当これは別にそのね、いやそんなんどうでもええやんっていう人もいるかもしれないんですけども、ただあまりねこういうその、なんていうの、特定の主義主張にこう凝り固まったところと Facebook が提携するみたいなところになるのは私はどうかなっていう気がすごいしちゃうんですよね。そこにこう Facebook が引っ張られなければいいんですけれども、このあたりがちょっと、事実関係をちゃんと見極めないと本当にその Facebook っていうのを使うことがいいのかどうかっていうのはすごい疑問に私にはなってきます。常にですねそういうことって、考えてないといけないと思うんですよ。こういうその特に、無料で使えてるサービスっていうのが一体どういう方向性、どういう価値観で動いてるかっていうのはね、考えてないと、その気がつくとそういう当然ながら影響を受ける可能性があって、で知らずのうちにそちらの方にこういろんな意味でこう引っ張られてる可能性とかっていうのもなきにしもあらずなんですよね。でそのあたりをこうしっかり見極めながらやるっていう、そういうその自らこういろんなことを考えながらですね使うっていうのがやっぱりそのソーシャルネットワークの使い方であって、なんていうんですかね、サービスが便利だからとか使いやすいからとかっていうね、そういうところだけでこう判断していくと、実は私はソーシャルネットワークっていうのはすごい危険だと思ってるんですよ。単純にそういうものではなくって、やっぱりその人が介在するサービスって、まあ他も全部そうなんですけども、もっとよりその、なんていうんですかね、その人の価値観とか人間性がものすごくこう表に出てくる、影響しやすいそのツールなので、だからこそ一体そういうところが何とこう、
どういう価値観で動いてるかっていうのはしっかりこう見ていかないと、本当にその知らず知らずのうちに影響を受けてるっていうことはありうるんでね。例えばなんですけども、その周りに出てくるいろんな広告だとか、そのなんか宣伝のページだとかいろいろあるじゃないですか。でそういうところにちょっとでも割合を多く出すみたいな、露出するみたいなことができるわけですね、システム側として。でそれが経済原理で動いてれば金出した方が勝ちっていうすごい分かりやすい仕組みになるんですけれども、ただそこに哲学とか生き様というか価値観がこう入ってきた時に、そういうなんかものがいろいろ入ってきた時に、その分かりにくい指標によって、左右されていく。実はその私は、Facebook のエッジランキングっていうのはありますよね。自分の興味のあるものばかりがこう出てくるようになるっていう、あれは面白い仕組みなんですけども、面白いけどもそういう風なフィルターがかかったものだっていうのは常にどっかで意識しておかないと、自分にとって心地いい情報しか流れてこないようになってきてるんで、そこはですね、本当にね、気をつけないといけない部分でもあると思うんですよ。その臭いものには蓋をしろじゃないんですけども、嫌な意見とか見たくないものに関してはどんどん見なくてもいい方向に走っていく。まあそれはそれでね、その快適で気持ちいいからいいやんっていう意見もあるんですけども、ただそれはFacebook 中の世界であって、現実の世界になった場合はいろんなものを見聞きすることになるわけですね。ところがそれを避けたいがゆえに Facebook の方にばかりにこう意識が向いていってしまうとなると、ちょっとねそれは違うんじゃないのっていう気がします。でまたその嫌なことっていうのもあるかもしれないけども、そういう意見があるということを理解した上で、自分がどう判断するのかっていうのを考えないと、はっきり言ってね、進歩しないんですよ、自分の価値観とかものの考え方とか人間性というか。まあだからそういうその受け止め方のこうトレーニングというか、それにちょっとねならなくなることもあるので、まあ何を言ってるのかわからないようになってきましたが、でまあ結局ね、そういうその Facebook とグリーンピースがこう連携したっていうのが発表されたことに対して、どういうふうにじゃあ考えて Facebook というのを利用するのか、あるいは場合によってはもう利用しないというのも一つの選択肢だし、このあたりはですね、やっぱりちょっとその真剣に考えるべきじゃないかなという気がしました。なんせね、日本のそのクジラ捕鯨とかそこら辺にやっぱ反対してる部分でもありの、まあ最近そんな過激な話を聞いてないだけで、実際はどういうふうに活動してるかっていうのをね、まあっていうところなんで。まあまあこれは皆さん判断に任せます。それは言い悪いというよりも本当にその好き嫌いの問題になってくるので、これは本当に間違っちゃいけないのは好き嫌いの問題なので、そのもうほとんどがね、今の世の中全部これ言い出すと長くなるな好き嫌いの問題になってきてるということは認識した方がいいのかなと思います。さてそんなところで、ちょっとねこれはね私的には結構衝撃的なニュースなので、ちょっといろいろ考えないといけないなというふうに思いました。さてそんなところで、間もなくもう17分になる予定しております。今日はちょっとは遅く始まってかつ長くやっちゃいましたね、ということですが、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。